ついてます。15日、ね、10月15日。
東北と北陸は雨が降るところが多いです。大気の状態が不安定で雷が鳴っているところがあります。山陰から九州北部ところどころで関東から九州南部にかけての太平洋側は広く晴れ間があります。にわか雨のところもあります。沖縄は雲が多く雨の降るところがあります。最高気温は北海道と東北では平年よりやや低いところが多いですが、関東から九州沖縄ではおおむね平年に乗ります。では各地の天気予報と予想最低気温を伝えます。首都では天気予報晴れ時々曇り、予想最低気温氷点下2度、予想最高気温は7度、札幌は曇り時々晴れ氷点下2度、秋田で曇りの雨4度、仙台の天気予報曇り、最低気温4度、最高気温12度、東京では晴れ時々9度、18度、新潟は曇りの雨5度、金沢は曇りの7度、15度、名古屋は晴れの6度、17度、大阪は天気予報は晴れの曇り、最低気温9度、最高気温18度、松江は曇り一時8度、広島では曇り時々晴れ7度、17度、松山は曇り時々晴れ、最低気温最高気温18度、高知は天気予報は曇り時々晴れ、最低気温最高気温20度、福岡は曇り時々晴れ、17度、鹿児島の予報は曇り、最低気温予想される最低気温は20度、最高気温は24度となります。24時間いつでもどこでも安心をお届けする NHK のラジオ放送。NHK のラジオとテレビの放送は皆さんの受信料で作られています。時刻はまもなく4時、4時の NHK ニュースです。オーストラリアを訪れている安倍総理大臣は、日本時間の昨日午後、今月就任した EU ・ヨーロッパ連合のユンケル委員長と初めて会談し、日本と EU の EPA ・経済連携協定の交渉について、来年中の大筋合意を目指すことで一致しました。この中で安倍総理大臣は、日本と EU ヨーロッパ連合の EPA 経済連携協定について来年中の大筋合意を目指し、共にリーダーシップを発揮し交渉を加速させたいと話しました。これに対しユンケル委員長は、日本と EU はパートナーであり、それを示すためにも交渉を加速化させたい、来年中に交渉がまとまることを期待しており、この目標を目指し努力したいと述べ、来年中の大筋合意を目指し交渉を加速させることで一致しました。さらに両首脳はウクライナ情勢をめぐっても意見を交わし、安倍総理大臣が今後ともロシアに対し圧力と関与の両面で対応していくと述べたのに対し、ユンケル委員長は、日本と EU の立場は一致しつつ、ロシアとの間で対話を行うことは事態の改善につながり得ると述べました。また安倍総理大臣が
先の日中首脳会談の内容などを説明したのに対し、ユンケル委員長は、日中首脳会談が行われたことを歓迎し、評価したいと述べました。香港では、民主的な選挙の実現を求める学生などが幹線道路で座り込みを続けて、昨日で50日目となり、一部の地区では警察などが今週中にもバリケードの撤去に乗り出すとみられることから、混乱も懸念されています。香港では、民主的な選挙の実現を求める学生や市民が、今年9月下旬から中心部の3カ所の幹線道路に座り込む抗議活動は昨日で50日目となりました。学生団体の代表らはおととい中国政府の幹部と直接対話したいとして北京を訪問しようとしましたが、必要な通行証が取り消されたためこれを断念し、さらに反発を強めています。こうした中、学生らが抗議活動を続ける九龍半島の繁華街では、バリケードで封鎖された通りに200以上のテントが張られ、およそ100人の若者が座り込んでいます。この地区では、香港の高等裁判所が業界団体の訴えを認め、バリケードの撤去を妨害する人は警察が逮捕できるという命令を出しており、今週中にも撤去が行われるとみられています。このため選挙に不満を持つ人たちが警察による撤去を全力で支持するなどと書かれたビラを貼る姿も見られました。一方、学生団体は行政長官選挙への民主化の立候補を事実上不可能にした中国の決定が撤回されない限り抗議活動をやめない方針で、バリケードなどの撤去による混乱も懸念されています。今年8月の土砂災害で大きな被害を受けた広島市安佐南区の子どもたちを励まそうと、地元のサッカーチームを集めた大会が開かれました。この大会は被災した人たちの支援を続けてきた広島県内の美容院で作る組合が企画したもので、土砂災害で大きな被害を受けた安佐南区のサッカークラブなどの子どもから大人まで100人が参加しました。開会式では参加者全員で1分間の黙祷を捧げた後、土砂災害で亡くなった小学5年生の平野晴人君11歳と同じサッカーチームに所属していた東田大輝君12歳が、たくさんの人たちの支えでサッカーができることに感謝し、何事にも頑張りますと選手宣誓しました。この後試合が行われ、子どもたちは声を掛け合いながらパスをつないだりボールを追いかけたりしてのびのびとプレーしていました。以上、この時間のニュース、三野でした。